東西皆の衆、月に村雲花に風、花に嵐のたとえあり、ままにならない浮世でもどんと行きましょ、恐れずにじっとこらえてひたむきに、きっと花咲く実をつける。歌は世につれ、世は歌につれ、歌う角には福来たる。さあさあ陽気ににぎやかに、演歌ジャックス始まり始まり。演歌ジャックスのお時間がやってまいりました。ウィッシュジャカルジャカルジャカル新郎新婦のお二人今日はなんか、ね、どうしたんですか。えらいかぶりましたね。ものすごい華やかで二人の世界二人の世界、うん、ね、魅力を素敵だぜ。二人で頑張りましょうか。頑張りましょう。はい、いや、よしこちゃんなんか顔が嫌そうだ。仲良くね、はい、今週も楽しくお届けしてまいります。ゲストは、はい、正木陽子さんです。お楽しみに。この番組はあなたの街のカラオケレインボーとメディアジャックスグループの提供でお送りします。カラオケするならレインボー、カラオケするならレインボーやよー。平日夜1時間ゼロ円、昼ならさらに2時間ゼロ円、めっちゃ安い。カラオケするならレインボーやよー。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。せめてお酒を淀がみれん。介護ならエクセレント、介護付き有料老人ホームエクセレント花屋敷ガーデンヒルズオープンしました。ただいまスタッフ入居者募集中。夢叶う奇跡の花言葉を持つ新曲青いバラ、ラ・ロッサ・アズールは花咲梨花、私の人生と重ね合わせて歌っております。皆様ぜひ応援してくださいね。よろしくお願いいたします。すれ違いの愛なら言葉なんて意味がない。その目に映るの色あせた思い出だから。アズラロッサアズル、昨日なんて脱ぎ捨て。
さえ意味がないよ。その手に残るの淡き日の抜け殻だから。嬉しかったこと、ラシロスさん。はい、いつも大きな拍手、盛大なる拍手、黄色い声援、黒い声援、青い声援、ありがとうございます。今週、来週、皆の週、好物はシュウマイの19歳ナシロユでございます。19歳ながら、娘がおりまして、母の日にお母さんありがとうのキーホルダーをもらったことが一番の嬉しい出来事でございます。これからもよろしく。若ママはい、マリちゃんは。はい、マリです。嬉しかったことはですね、4月の23日に、松本恵美子、はい、姉御さん、はい、大公演で の新曲発表会にゲストとして出演させていただきました。ありがとうございました。すっごいお客さんでしたもんね。もう素晴らしかったです。お客さんいっぱいで、歌も滝野先生のギターで、お歌になって本当素敵でした。それがすごく嬉しかったです。ありがとうございます。あと聞いていきます。はい、では続いて大川さん。どうも、大川勝野です。よろしくお願いします。実は2つあるんですよ。あ、なんだろう。1つはですね、東北にキャンプ行った時に、はい、漁師の方々が、飲んでまして、それで、あ、大川さんとか、うちの妻が大川さんのファンだよって聞いた時に、あ、メジャーになったかなというそれが一つと、これちょっと自慢になるんですけど、はい、どうぞどうぞ。3月にビルボードで、はい、それで74位になってたんですよ。パッと見た時に自分で、あ、頑張ろうと思って嬉しかったです。もうなんかそういう、こう成果がこう、はい、データで出るとすごい嬉しいですよね。はい、はい、嬉しかったです。これからどんどん出していきましょう。この胸にこの予定にあの
耐久の遊び場レインボーワールドが橿原ツインゲートにボヨヨーンオープン。カラオケ平日昼2時間0円夜1時間0円、最新のダーツマシーンに卓球ビリヤードも、レンタルスタジオだってあるよ。大人も子供もみんなで遊ぼう、レインボーワールド。カラオケするならレインボー、カラオケするならレインボーヤヨーン。平日夜1時間0円、昼ならさらに2時間0円めっちゃ安い。カラオケするならレインボーヤヨーン。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。じゃあ今日は小池さんから聞こうかな、はい、嬉しかったこと、嬉しかったことをちょっとこれ見ていただきたいんですけれどもあの大分ご出身の山ちゃんからいただいたんですよ、はいはい、大分のお酒といえば焼酎、うん、麦焼酎、麦焼酎、そんな中でもこれね、はい、なんかね味とかね香りまろやかさ、どれをとっても麦焼酎の概念を超えた長期醸造樽熟成本格麦焼酎ロックでいただくんです。41度、すごいでしょ、すごい、はい、じゃあ今日終わってきました、行っちゃうかなみたいな、ほっこり酒場持っていきましょうヒップアップでしょうね、きっといいなぁ、はい、でしょ、僕はね、あのやっぱお芝居ね、結構頑張ってたらみんなあのチケットいろいろ買っていただきまして、 ありがとうございます。もういよいよなんでね、はい、嬉しかったこと、はい、はい、うん、そして吉子ちゃんは、私あの、まあ、キューピーをね、今年キューピー集めてて、うん、そう言ってた、吉子ちゃんはくれる言うて、そうなんですね、うん、あの50体目が、あのやっと、あら、あの記念すべき50体目が、うん、母の日に子供からあのしげじーキューピーをもらいまして、しげじー、あの吉本のね、うん、それは嬉しかったですね、すごいな、酔いしれてる酔いしれてるめっちゃ可愛いですよ、今のモノマネですか今のそう、いや分からへんけど、流してください、スルー、まあ、焼酎、しげじ、お芝居そのつながりだよね、ちょっとしが入る、しが入るというお後がよろしいようで、ほんまたいなまだまだ続きます、してすれ違い偶然の仕業ですか、あなたから声をかけられて、かけがえのない愛を知りました、ときめいて時が回る、悲しみを洗い流し、ときめいて胸が熱くなる、昨日という日に
半です。テーマはもちろん嬉しかったこと、姉子。はい、たくさんあります、うん、皆様ありがとうございます。新曲出たことと、うん、太鼓へね、皆さんに応援していただいたことと、で不安がいっぱいまだできたことと、うん、もう感謝感謝で何にも、もう目のあのいっぱいありすぎて嬉しいです。ただただもう嬉しい、感激でございます、うん、これからもよろしくお願いいたします。おとなしくしております。いやでも本当に反響いいですもんね。ありがとうございます、うん、パパ皆さんのおかげです本当に、ね。70代80代90代アイドルになります。やったでは続いてなおちゃん。はい、元気印の生駒なお子です。なんやろ、なんやろ、努力の成果が実った時、うん、歌であったり、うん、歌われへんところをずっと練習して歌えるようになったり、うん、ダイエットしてて、うん、なんかね、綺麗になったとか、綺麗になったとか、そうですね、そんな時ってとっても嬉しいです、うん、はい、だっていつもね、ここ最近ずっとなおちゃん綺麗になった、そうね、綺麗になったみんな言ってるよ。整形したんちゃう？いやいや、女性控室ではもっぱらのうせなおちゃん、なんで毎回どんどん綺麗になって、ちょっと横が見て鼻が高鳴ったね。ええことですよ、綺麗になるのは。そうですよね、うん、教えてな、教えてあげる。お願いします。そして山ちゃん。はい、山ちゃん、ありがとうございます。あ、しょっちゅう、はいはい、私の嬉しかったことです。あ、嬉しかった。41度です。41度、はい。僕はね、デビューしてからほとんど毎月大分の方に帰ってるんですけどね、はい、家の前がすぐ海なんですよ、うんうん、でいつも釣り竿を持って帰るんですけどね、ずっと釣れなかった、うん、時間がなかった、はい、でこの間1週間帰りましてね、うん、1時間だけ釣ったんですよね、はい、家の前からポッとちょい投げでね、うん、で1時間でねキスを5匹、はい、これが嬉しかったですね、はい、久しぶりの魚釣りしました。でキスは何に焼いて食べました。焼いて、はい、飲み物は焼酎こうじやでんべ、こうじやでんべ、コマーシャルほぼとこでどんと。はい、ありがとうございます。それでは歌はそんな山ちゃんの歌でございます。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。ネオンが染みる高校がシアンのエリス橋、ほっこりほっこりほっこりな、ほっこり川西能勢口駅北へ徒歩3分。ゲストコーナーです。今週のお客様は
まさきようこさんです。まさきようこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。お久しぶりでございます。お美しい。なんか照れちゃいますね。照れちゃいますね。見慣れてちゃった。3月29日、はい、冬のアジサイ、はい、タイトルを最初お聞きした時に、はい、あれと思ったんですけど、はい、アジサイね、アジサイってやっぱり、はい、夏の花っていう、ね、イメージがあると思います。ですから私もあの詩をいただいた時に、え、冬みたいな感じで驚いたんですけども、亡くした男性を一途に思ってて、その思い出、面影を忍んで歌ってる切ない歌なので、作詞家の先生が冬のってつけたと思うんですね。はい、こうスーッとこう悲しさがうーってくるスーッとスーッとそうですね、歌っていてもすごくこう内面がぐーっとこう思いっきり出せる作品になっているので、これは歌いがいがあります。すごいその歌いがいのあるっていうところで、はい、そうですね、しっとりさの中にやっぱりこうなんか歌いがいのある、詩ですよね。はい、悲しくなっちゃって、はい、だってこの歌はもうどうすりゃいいのってありますけど、はい、どうすることもできないんですよ ね。そうなんですね。つらいな。そうなの。つらいですよね。でも悲しい歌だからといって、うん、暗く歌う必要はないと思うんですね。はい、なんか温かい声で歌った方が、なんかこう温かい声、はい、今回、3月の29日ですよね、はい、3月、4月、5月、6月、はい、反響といいましょうか、こう感じるものっていうのが、ですね、今までのね、私の作品とはまたちょっとね、今回は違うので、うん、あ、こういう歌も歌うんだねってびっくりされる方、うん、それから聞いて泣いちゃった方、うん、それからこういう思いは私もありますと共感してくださる方、うん、歌いがいがあるのでカラオケのレパートリーにしますっていう方とか、本当にたくさんの皆さんからご意見反響をいただいているので、とてもなんか面白い作品だなっていうふうに受け止めてるんですけど、はい、発表会なんかでもなんかね、選ばれそうだったんですよね。この溢れる感じ、よしこちゃんも大好きでしょ。溢れる感じ。溢れる感じ。あんま溢れてないけど。よしこちゃん。ぜひですね、まさきさんのこのテクニックを皆様方も、はい、ね、常に溢れさせていただきたい。そういうふうに思いますね。はい、今回も2週にわたってお世話になりますので、はい、また来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは今週のエンディングは、まさきようこさんの冬のアジサイをじっくりお聞きいただきながらお別れしたいと思います。優しい雨にあでやかに花咲く時が来るのなら、耐えて行きます冬の日をじっと面影抱きしめて、まさきようこさん冬のアジサイ。愛した人はこの世で一人、そんなあなたはもういない。二人で過ごし思い出は儚い夢の神秘色。この想いどうすりゃいいの、春の日差しを
この番組はあなたの街のカラオケレインボーとメディアジャックスグループの提供でお送りしました。